なんだろうこれは、みたいな、ここが分かんないから分かんないな。Hey guys、 どうもナルサリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は速読シリーズです。久しぶりのね。で、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、一応私が今からお話しするのはバイメンタリスト DAIGO さんがから教えてもらった速読の仕方なので、ね、で私はそのやり方でやってるんですね。日本語の速読だけじゃなくて、今日はもう一歩進んだ英語の速読にもね通用するようなお話、練習の仕方とかをね、みんなにシェアしようと思います。日本語で見るときっていうのは、まあ、速読の方法の動画はまた別の動画で上げてるので、過去にそちら見てもらえればと思うんですけど、キーワードとかをこう拾っていく、で熟読しなくていいよっていうやり方が、まあ、簡単に言うとね、そんな感じなんですけど、でそのやり方をね、例えば英語にも活かせないかなと思ったんですよ。でやっぱりトイックは時間がね非常にない中で長文を読まなきゃいけない、早く。でそういう時に日本語で速読をやってたやり方がすごく活かされてたので、まあそのやり方のねご紹介にはなってくるんですけど、皆さん長文読む時どのように見ますか？で結構私も英語を教えてる時とか、まあ皆さん一つずつねこう訳そうというふうにやってる方が多いんですよ、非常に。で分かんない単語があると、あここが分かんない、なんだろうこれは、ここが分かんないから分かんないなっていうふうになっちゃう方が多いと思うんですけど、まあ、基本的に言うと分かんない単語は飛ばしますもん。大丈夫です。一つや二つ分かんなくても文章全体の流れがね分かれば大丈夫なので、まあとにかく分からない単語を飛ばす、で後から調べるとかすればいいと思うので、まあ今回速読メインでやっていく場合はもう分かんない単語とか飛ばして、とりあえず分かる単語だけパッパッパッと読んでいくんですよ。で英語の場合だと主語の次に大体述語がメインでね来ることが多いので、そこだけしっかり読んで、あとは結構飛ばしていく。で特に in とか at とか when とかそういう接続詞とかちょっと間につなぐための英語っていうのはほぼほぼ無意味なので、あとか監視もそうだね、その辺はもうほぼほぼ飛ばします。だからキーワードのこれとこれとこれだけこうピックアップして読んでいくやり方で読んでいきます。固有名詞、例えばトイックのテストで非常に使えるやり方が、固有名詞とかなんとかカンパニーとかなんちゃらなんちゃらなんちゃらとか誰々とかね、そういう固有名詞いっぱい出てくるんですけども、もうそこはね飛ばします。全部しっかり読んでると、あれ時間をわざと取らせるような作戦なんじゃないかと思うぐらい出てくると思うんですけど、長々とした会社名とかね、まあ、そういうの全部飛ばしちゃって OK なので、もうとりあえず、あここのカンパニーがあれなんだなぐらいな感じでいいです。もう主語動詞ぐらいだけパッと把握して、でいつとかっていう、まあ、実践だけねちゃんと分かってればなんとか分かっていくと思うので、練習の仕方としてはまず例えば日本語で速読の練習をするといいと思うんだけど、例えば雑誌とか新聞とか、あと Kindle 電子書籍とかを読むときに、みんなさ結構電子書籍とかそうじゃないかな、わかんないけど私だけかな、なんかこうパラパラという感じでこう見てって、ああこういうこと言ってんだねみたいな、でちょっと興味があるところとか知りたいところだけちょっとじっくり読むみたいなやり方をやってて、まあ、そういう感じでこう何だろう、つかみたいところだけ読むって。で、その癖をつける。で、その癖をつけるのに、普通の本を使うのが難しいことが多いので、今言った新聞とか雑誌とか、電子書籍を使って、練習をまずしてみてください。実際の本を使って読んでみる。で、結構本とかにもよると思うんですけど、まあ、まずはじめに何をこの本から学びたいかっていうのをしっかりね、ネットに入れた上で読み始めると、よりこう、得るものがあるかなと思います。で、その上で英語にしてみると、英語でも同じようなやり方でね、やっぱり修正というか、ついちゃってるので、同じような感じで読めて、結構早く読めたりするので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。また、いろいろね、早く読めるコツとかも、アップデートしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録していってください。では、See you! 日本語のアプリ、ドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなは、アリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップ、もしくはクリックして、チャンネル登録お願いします。Subscribe, please. 10万人達成したら、オフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。